若鹿二県は中華人民共和国四川省阿波、チベット族ちゃん族自治州の最北部に位置する県。若鹿二県は、チベット高原の北東端、四川省、甘粛省、青海省の省境付近に位置する。北位は32度56分から34度19分、統計102度08分から103度29分。県の中心である立ち殺人は、 成都市からの距離4 9 8キロメートル、蘭州市からの距離は5 1 3トル。甘粛省、ルチュケントの境には、チベット仏教の寺院や長僧台のある老牧寺の町があり、観光地となっている。東部は大陸製の温帯気候で、貧酸ンン山脈などの鉱山と、峡谷、ゾルゲシッチが構成する森林地帯になっている。一方、西部は、 高山気候で、チベット高原上の丘陵地帯に草原が広がる。達し、抜き地震は南に流れる超高水系と北へ流れる高河水系の分水海上にある。主な民族は、人口の90%を占める、チベット人で、その他漢族、海族、共族などが住む。この地は、中国とチベットの勢力のぶつかる部分で、随大には、 三軍のもとに通気券が設置されたが、その後、ト番の領内に組み込まれた時期もあった。中華民国が成立すると、松半県の一部とされたが、1956年7月に、若しか二県が新設された。県名は、チベットより派遣された多くだけに由来する。ありがとうございます。